さあ、というわけで、続きやっていきましょう。風の巫女を迎えに行く途中です。火山のところでね、王林に会った後からスタートですね。さあ、ただちょっとこの間にね、ちょっとしたことを、進めてきたわけなんですが。はい、というわけで、こちら。マップを埋めてまいりました。ちょっとこの先ね、行けないところもあったんですが、行ける範囲はだいたい行きましたね。で、ついでに敵と少し戦闘してね、たり、宝箱いっぱい開けたらね、アビリティシートいっぱいもらいました。はい、これです。HP アップと、HP アップ16、10%アップか。特技ダメージ15%アップ。クリティカル率アップ。そして力アップ。ファイヤーボールとね。こうやってアビリティシートいっぱい、集めていくと、いいことがあるってことなのかな。とりあえず今ね、ファイヤーボールと力の印だけつけております。さあ、それでは今回はね、この先風の巫女を迎えに行きましょう。さあ、なんだかんだね、戦ったうちにね、レベルも5になって少し強くなったんで、今回はこの先ね、どんどん行きましょもらうよ。う。アイテムはね、できるだけ取っていきたいんだよね。このね、マップ上のなんか光る青っぽいやつがあの塔みたいなのって入れるのかな。アイテムなんだけど、燻製の息吹をいっぱいに感あっじた。るね。不思議、旅の中であの塔のことも知りたいな。わあ、強敵来た。よし、じゃあちょっと強敵戦っちゃうか。ちょっと時間かかるけどね。で、いいのがダッシュ切りからの連続攻撃でさようならと回避で、よく敵の攻撃を見ながらダッシュ切りで近づいて、あと連続攻撃で離れる。もうこれを繰り返しでね、今のところ大体の敵で倒せるよね。危ない。おお、ちょっと攻撃パターン変わってきたかな。でも、うわー、一発食らった。お、何をしてくる？大した攻撃じゃないね。ふいふい。いや、これでやんだよ。ほぼこれなんだよ。ダッシュで近づいて、ダッシュで逃げる。もうこの連続でほぼ勝てちゃうね。うわーっと。で、離れたところから、スッと言ってね、近寄れるからね。そうなんだ、これで勝てちゃうのよ。たわいもない。あ、出た、踊る松茸の魂。で、あったあった。この宝箱の中からね、アビリティシードとか出てくるからね、ちょこ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 取ってるわけですよ。おし、着いたー。お？なんかちっちゃいフラミンみたいの来たな。でもラブコーって読まれてたね。なんだろうこれ。ブーメランかな。合ってた。風の精霊の力を感じる。これって精霊器じゃない？あ、私本で見たことあるよ。大昔に女神様が英雄に託した道具なんだって。精霊の力を扱える大切なものらしいけど。いっけねえ、気軽に投げちゃった。あ、これでいろんな武器使えるってことかな。精霊器があれば。恋人じゃない？うわ、もう来ちゃったんだ。私は火の巫女で、この人は魂の守り人だよ。これって君たちのだよね。大事なものなんでしょ？どうしよう、勝手に持ち出したことまでよそ者にバレちゃった。そうだ、このジンブーメラン、守り人さんから村長に返しといてよ。ジンの名前、聖霊の名前が冠してあるね。怒れないもんね。投げて遊んでもいいから、あとよろしく。投げて遊んでもいいってさ。ロングレンに着いたら
真っ先に返しに行かなきゃね。そうみたい。風の巫女と会うのはその後だね。でも使って遊んでいいの？女神様が英雄に託した道具か。大切にしまっておこうね。なんか変えられないのかな。ああでもそういう武器いたから装備が変えられるってわけじゃないよね、さすがに。そうだね、残念。すごい風車や建物がいっぱい見えてきた。谷の人たちは一年中北から吹いてくる風と風車の力を使ってたくさんの布を編むそうよ。風と一緒に踊らせると美しい色に染まる。そんな風染めがロングレンの名物なんだって。風染め実際に見れるといいな。はっ、名産品とかあるんだね。いやこういう細かい会話が多くからね、ちょっといろいろ探検したくなるんでね。なんか見に行く場所によってこの会話が変わるんだよね、ちゃんとね。決まりゲット。あ、ジンブーメランのジンって大精霊の名前？そうね、風の大精霊ジンのことだと思う。よくご存知で。精霊器を使ったらジンも怒るんじゃないかな。大精霊は自然そのもの、女神の使いにして傍観者、人を見守れど手は貸さず己が役目を全うする。つまり怒られたりはしないよってこと？本に書いてある通りならね。本当か？まあお前は精霊が怒るって感じじゃないだろうね。村長がぶち切れるかもしれないけど。ずっと風が吹いてるな。風の谷の名前通りだ。でもなんだかちょっと風が悲しんでいるような気がする。まずは精霊器を村長さんに返さないと。それから風の巫女だね。そうだね、まあとりあえずお使いを果たさなきゃいけないから、まあ探検は後にしてってことかな。ドラゴン族の人はとても長生きって聞いたけど、ドラゴン族、もしかしたら風の巫女はすごいおじいさんだったりして、その時は背負ってでも送り届けなきゃ。それでこそ森人様。楽しい会話するね。ちょっとでも宝箱がさ散りばめられてるんだよね。これはちょっととか、あの街の中にもさ熊3つあるの、これ大変だな。どれどれ役立てさせてもらうよ。お、あそこかな。でもこの辺にほらある。どれどれ貴重なものかも。金運アロマ、貴重なものだね。え、村長、魂の森人のバルです。精霊器を預かっていたのでお返しします。おお、ラムコと子供たちがまた勝手に持ち出して困っておったんじゃ。あの子らはビシッと叱っておきますわい。改めて風の谷ロングレンへようこそ。風の巫女はどちらにいらっしゃいますか？それが風の巫女じゃが、まだフェアリー様を呼べておらず。わ、よく見たらドラゴンじゃん。え、翼が。巫女もまだ決まってないんですか？ロングレンでは風のカンナギが風染めを行いフェアリー様を迎える習わしになっておる。しかし今回はなかなかうまくいかなくてのう。カリナは風のカンナギの中でも稀に見る才能の持ち主じゃったが、やはりカリナの風染めでないとダメなんじゃろうか。わしらの言葉はあやつにはもう届かん。どんなに言っても親に怒られても、その気になったらやるわの一点張りでの。はあ、だがとうとう森人が来る時期となってしまった。ここは一つあなたがカリナを説得してくださらんか。え、僕が？
よそから吹く風が物事を動かすこともあるでしょう。なんだったら精霊機でガツンとしてもらっても構いません。精霊機雑だな扱い。ガツンってそんなことできないよ。これって大切なものではないんですか？谷にあっても子供たちの遊び道具になるだけですわい。それなら森人様に使ってもらった方が精霊機も喜ぶ。カリナが風染めをしなければいずれ風の谷が滅びる。この地が災いに飲まれる前に説得を頼みます。って言われたので、まあ説得しなきゃいけないんだね。村長さんも困ってるみたいだし、これも森人の役目と思って。森人と何でもやるんだな。役立てさせてもらうよ。お、お金も結構手に入ったな。防具買うか。何人のことジロジロ見てるん？よそから来た行商人か？押し売りならお断りや。あなたが風のカンナギのカリナさんだよね。私はヒノミコのヒナ。それでこっちが魂の森人のバルだよ。よろしくね。巫女の一行がうちに何の用や？風染めしろって言うように村長に頼まれたん。その通りだよ。ティアナはお祭りのかがり火でフェアリーを呼ぶんだけど、ロングレンは風染めで呼ぶんだよね。よそもん借り出して命令するとか村長最低やな。絶対に染めへんって伝えといて。でもフェアリーを呼ばないと風の巫女も指名してもらえないよね。ロングレンや世界のためにもカリナさんに風染めをやってほしいな。人に物頼むときは先に何かしてみせるのが筋やろ。シリューってやつを呼んできてくれへん？さっきから村中探してるけど見つからんくてクタクタなんよ。人探しをすればいいんだね。シリューってどういう人なの？優しそうな顔してる、うちと同じくらいの年の男の子やな。それ見つかるか。それでバルみたいな人かな。優しそうな顔。そんなお尻弱そうなやつと一緒にせんといて。ひな、探しに行ってみよう。もう村中を探してるなら村の外かな。もう RPG っぽくなってきたね。お使いお使いだよ。もう何かやれねえや。もう、あ、依頼なのこれ。あ、お願いを、まあお使いをやる。それなんかクエストいっぱい出てません？あ、あっち行けばいいのか。はい、外出て探してくればいいのね。まあでもちょっと待って、その前にさ、防具や防具や武器はいいのがちょっと手に入ったから、入ってるから防具を買いたいな。貴重なものかも。あれ、カリナの武器。あいつプレイアブルキャラだったんだ。仲間になることをこんなところで示唆されてる。そういう装備はもうさ、もうちょっと後から手に入るようにしとかないとさ、ちょっとあれじゃん。そ、あのなんか強がそがれるじゃん。なんだお前仲間になるんかとか言いたいの。どれどれ、役立てさせてもらうよ。ここだここだ。あとお前んちの裏になんかあるだろ。ワクワクワク、役立てさせてもらうよ。回復アイテムか。どうぞ、いらっしゃい。そう、どれもおすすめだよ。変わんねえ、これだったら一緒でいいや。そんなに防具に困ってるわけじゃないからな。出して変わらなかったらいいわ。あ、ちょ、まあ一応じゃ、一応武器やもね。あら、いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。え、なんか強い武器はあるんだけど、なんか装備可能なクラスって言ってるから今は装備できないのかな。そうだよね、まだ購入できませんだもんね。また来てよ。何、クラスチェンジとかすんの。まあもしくはあれだよね、違う仲間のやつかもしれないね。よし、さて、じゃあシリュウでも探しに行きますか。いました、こいつか。
にちは。あなたがシリュウさんですか？そうだけど、あなたたちは？僕は魂の森人のバル。こっちは火の巫女のヒナだよ。バル君、ヒナさん、はじめまして。僕はロングレンで語り部をしているシリュウです。村の外まで出て何をしていたんですか？風車の点検をしていたんだ。風の巫女が決まっていないからか、風も荒れっぱなしでね。僕たちカリナに頼まれて君を探しに来たんだ。そしたら風染めをやってくれるって。本当に？カリナ、風染めをする気になってくれたんだ。風染めってそんなに難しいことなの？正確にはなってないと思うんだけど、やるだけなら誰でもできるよ。谷を流れる風に布を流して色をつけるんだ。フェアリーを呼べるかどうかはまた別の話だけどね。カリナが染めたらきっとすぐにフェアリーも来るだろうにな。どうして乗り気じゃないんだろう？カリナは風の巫女に選ばれたいんだよ。でも村中の人がカリナは巫女になれないって思ってる。それなのに風染めではカリナの腕ばかりを頼って、みんながこんな調子だからフェアリー様が来てくれないのかも。カリナさんが巫女に選ばれないってどうして？大精霊に喧嘩を売っちゃったとか？売ってそう。面白いこと言うね。いくらカリナでもそこまではしないよ。まあいろいろあるけど、うちの村の問題だから気にしないでほしい。まあよそのことかかな。村が滅んでいいわけじゃないはずだ。森人が来たことでやっと重い腰を上げる気になったかな。ひとまず僕は先に戻っているね。声をかけに来てくれてありがとう。おう、まあとりあえず戻ればいいかな。戻るときはね、もうこんなもんファストトラベルでね、戻ればいいんですよ。龍脈の力を借りよう。だからそんな風に言われてもやる気にならへんって。やる気の問題ちゃうやろ。それにもうティオナから迎えが来たって話やないの。はよ風の巫女を指名してもらわなあかんってわかるやろ。村のみんなもカリナの気まぐれに迷惑しとるんや。そこまで言うなら自分らがやったらええやん。なんでうちだけ風染めしろって怒られなあかんの。巫女になれるわけあらへんってさんざんみんなで言っときながら、そんなんでよっしゃフェアリー呼んだるなんて思えんわ。お前それ拗ねてるだけやないか。うわ、まっとう。拗ねてるって？だってうちは巫女になって世界を。いや、本当みんな巫女になりたいんだな。うちらも残念に思っとるんやで。我が家から風の巫女が選ばれたのはもう何代も前のことや。とびきり風を読むのがうまいカリナならって思うとったけど、あん時に社で無茶したから。うるせえ！うちはあのこと後悔してへん。もう説教は十分や。まったくあの子ってば。風のカンナギの自覚があるのかしら。無理やりさせてもフェアリーは来えへんからな。シリュウ君が何とか説得してくれへんかな。はあ、まあこれに関してはまあ周りも悪いのかもしんないか。で、どこ行った？お、ニョージョン。わあ、かわいい。わあ、おかえり。シリュウ呼んでくれてありがとうな。それじゃあ約束通り風染めをやってくれる？風染めやるなんて約束してへんし。それよりシリュウとお話しするんやから邪魔せんといて。そんな、話が違うじゃないか。それに巫女が選ばれなかったらロングレンは。そうだよカリナ、風の巫女を選ばないと村に災いが起きるよ。風は荒れ狂い、翼あるものは地に落ちる。そんなん古い言い伝えやん。ここはずっと風強いし、ドラゴン族は空飛べるわけやあらへんし。
お。僕たちは平気でも、ラムコが地に落ちちゃうかもしれないよ。でも風染めなんて誰がやってもええもんやし、村人総出でうちにお願いでもせんとやる気にならへんわ。頑張ってフェアリー読んだとこでうちが巫女になれるわけやないし。そうだ、バル君が風染めをしてみたらどうかな。え、僕が？もう誰でもいいって言ってたしね。風染めは誰がやってもいいものだからさ。よそから吹く風が物事を動かすことだってあるだろう。似たようなことを村長さんも言ってたね。ほんならせいぜい頑張って、うちはここで紫龍とおしゃべり楽しんどくわ。本当に紫龍さんと仲がいいんだね。はよ行きや。風染め場ならちょっと登ったとこにあんで。これでさ、フェアリー来ちゃったらじゃあさ、絶対拗ねるよね。絶対拗ねるよね。あ、ご褒美もらえんの？やったー。まんまるドロップ3個。バルがダメだったら、私やってみたい。よし、ダメだったら交代でやってみよう。いいね、楽しそうじゃん。で、このサイドクエストっていうのがあって、うん、うん。で、サイドクエストで、弟子2人を風車工として独り立ちさせようと思ってのって。とりあえず風車の様子見てこいってことか？あ、風車の部品。弟子2人にこの部品を届けてくれみたいな感じか。で、風車の近くにいるはずだぞーっと。なるほどね。まあこういうのはまあ適当にそのうちやっとこう。時間があるときにね。今はとりあえず先に進もう。はい。で、ここかな。あなたが風染めをするの？フェアリー様を呼ぶ風染めはとても難しくて、私たちでもうまくできないのだけど。よそから吹く風が、だっけ？ダメでもともとだし、やってみるよ。あ、ラムコだ。どうしたんだろう。そういえば、ラムコって？あの子は聖獣なんだって。もともとは風の社に住んでいたみたい。昔、カリナが風の社で修行中に片横を失う大怪我をしたんだ。その時、ロングレンまで運んできたのがラムコなの。ラムコはカリナに懐いてロングレンに住み着いた。二人は姉妹みたいにずっと一緒に過ごしてたんだけど、最近のカリナはシリュウにべったりだから、さすがのラムコも愛想を尽かしちゃったかもね。あ、いけない、私ったらベラベラと。うまくフェアリー様を呼んで村のみんなを安心させてね。そう言われると緊張してきちゃうな。バル、頑張って。うん。で、何すればいいんだこれ。はっ、か、風よ。うわあ。ヘッドやな。素人の音。フェアリーはおろか、虫もやってけえへん。うわあ、性格悪いな。素人割れに来たよ。シリュウとおしゃべりしてるんじゃなかったの？あんなへんてこな動き、遠くから見てるのもったいないしな。カンナギになりたてでももうちょい上手にやれんで。おもろいもん見せてもらったわ。じゃあ次はひなさんがやってみたらどうかな。私もやっていいの？でもこの子火の巫女やで。火の巫女がフェアリーを呼べたらすごいことだよね。その時は僕が語り部として末永く語り継ぐよ。またすねるで。わかった。私がロングレンに新しい風を呼んでみる。見ててね、シリュウさん。待って待って、うちがやる。扱いがうまいな、シリュウ。やっぱり
うちがこの村一番の風染めの腕を見せたるわ。うちがフェアリー呼べたらうちのことを語り継いでな。シリュウが扱いを心得すぎている。そりゃシリュウ呼んできてってなるわ。みんなで風よ、染めよ。でもこいつついて回るんでしょ。あ、来た。本当に来たわ。フェアリー様。うん、え、お前なの？シリュウが今回の巫女なのね。さすがシリュウ、おめでとう。いやだ。え？僕は巫女をやらない。絶対にやらないから。え、こんなコミカルな感じなの？はあ、嘘やろ。巫女やで。逃げるなんて信じられん。もう逃げる方が正常だと思ってるのは、あ、もう俺だけなのかな。ヒナ、まだ誰も指名してないんだけど。あ、そうなの。なんでこんなこんなコミカルなことになってんの。裏切りやん。災いが起きるってシリュウも分かってるはずなのにね。自分が選ばれたら逃げちゃうなんて。それだけやない。うちがどんだけ巫女に憧れてるか、シリュウはうちの夢を知っときながら。みんなして翼を片方なくしたうちは巫女に選ばれへんって言うねん。翼がないと風を感じる力が減るってことらしい。風のカンナギたちも村長も教師でさえも、うちが誰よりも風がわかるって知ってるくせに信じてくれへん。巫女を諦めきれんうちを笑わんかったのはシリュウとラムコだけやった。まさかシリュウが巫女そのものを軽く見てたなんて、もう愛想ついたわ。フェアリー様、うちが巫女になる。シリュウの代わりにうちがお役目を果たします。風の巫女に指名してください。私だけで巫女を決めることはないわ。必ず大精霊にお伺いを立てているの。あなたがさっき布をなびかせた時、風がとても喜んでいた。あなたなら風の大精霊ジンも認めてくれるはず。フェアリー様にそう言われたら自信つくわ。すぐにでもお伺い立てに行かんと。ジンってどこにいるんだい。風の生まれる山、風羅山や。あ、行くのね。二人も一緒に来てくれるやんな。森人なら巫女候補のうちも護衛の対象ってことでいいやんな。もちろん、みんなで風羅山へ行こう。サラマンダは来てくれたのに。あ、味方増えと。お、ラムコ。ごめん、二人とも。風羅山に行く前に、ラムコに謝らせてくれへん。最近、全然構ってなかったから。もし巫女に選ばれたら、ラムコともこれっきりになってまう。ラムコに謝りたい。一緒に探して。ほう。ラムコ、どこ行ったんや。姿見せてや。で、行くか。ヒナも手伝うから一緒に探そう。そうだね。困った時はお互い様だから。あ、クマミツ。二人ともありがとう。多分まだ村の中におるはずや。お、どこ。ラムコ、ごめん。うちひどいことした。シリュウとばっか話しててごめんな。結局うちのことを分かってくれるのはラムコだけやった。これから巫女になるためにジンに会ってくる。ラムコ、お別れや。
あんたは風の社へ帰り。ほなな。風の社はあっちや。忘れたんか？一緒に。お、一緒に来るの？まだちょっと乗れそうにはないけど。ほな、行こう。そのうち乗せてくれるようになるんかな。おい、カリナの説明ね。カリナは槍による広範囲攻撃が得意なキャラクターです。さらにカリナ操作してる場合はラムコも先頭に参加してカリナの攻撃に合わせて追加の攻撃を行いますと。マジか。ラムコはカリナのレベルアップに合わせて強くなっていきますが、攻撃力はそれほど高くありません。またラムコはどんな攻撃を受けても戦闘不能になりません。ラムコ探し手伝ってくれて大きい。でもジンに会うまで終わりやないで。決まりや。約束はちゃんと守るよ。一緒に行こう。ラムコちゃんとも仲直りできてよかったね。じゃあ早速ちょっと待って、装備、あ、カリナ装備で青葉の槍、なんかさっき拾ったやつは、防御力が上がる代わりに魔法攻撃力が下がるのか。でも魔法攻撃力ってさ大事じゃね、ひょっとして特技。あ、カリナない特技。じゃあシード何つけよっか。まあなんか HP も低いから、じゃあ命の印ね。じゃああとはファイヤーボール、あ、でも付け替えなきゃいけないよね。特技ダメージ、毒耐性、何する、クリティカルリスアンプでもつけとく。よし、いいんじゃない。じゃあ早速ジンのとこ向かいましょうか。